激レアさんを連れてきた未公開トーク。まずは激辛が大好きだという女優ハタさんの変わった食生活のお話。さあそれでは本日の客員研究員さんをご紹介します。ハタメンさんそしてドランクドラゴンの塚地無ガさんです。よろしくお願いします。 激レアさん、初登場で、すどうぞよろしくお願いいたします。今回ですね、初出演のはたさんについて。リサーチをさせていただきました。すると、超激辛好きというお話をキャッチしたんですけれども。もう、まさにその通りで、大好きです。どれぐらい辛いもの食べられるんですか。あの、何でも、何でも。はい。タバスコ系、とかなでも唐辛子系とか、いろいろ。はい、何でも。

多くても大丈夫なんですか。あ、量はそこまでなんですけど、通常量ででしたらあのいくらでも食べれます。普段から辛いものを好んで食べるんです。そうです。あの地方ロケとか行くときは毎一味を持って行ったりとかして、持ってる人だ。辛い方が好きなんでね。好きです。何でもかけちゃいますええ。ちょっと印象変わりましたね。続いて。 塚地さんが相方鈴木拓さんのせいで恥ずかしい思いをしたチンエピソードさあそして塚地さんはおよそ半年ぶりのご出演です、はい、どうぞよろしくお願いしますちなみにこの半年で何か新しい激レア体験ってありましたか、えー、半年中にはなかったんですけど、うん、これ出るにあたってちょっと思い返してみたら、はい、何年前かの冬場に革ジャンが欲しくて で買いに行って渋谷上野原宿代官山全部見回してこれだっていうのを選んでそこそこの値段のするやつを奮発して買って次の日仕事現場に来ていって楽屋開けたら相方が全く同じの来てたんだすごい偶然偶然同じメーカーの同じデザインのまあ S と XL ですけど。 話聞いてたらあいつの方が先に勝ってるんですよ<ー>だからもう自慢げな分に俺は着てこないことはないよねってなってるから俺が。 きれなくなっちゃった。んでああ、奮発して買ったのに。そう、そう、そう、それなりの値段してるのに、仕事現場には一度も着ていけず。あら、かわいそう。そんな偶然あるんだな。被る、被るってない？なんか相方と被るわ。あい、相手スウェットしか着てないですからね。阿部さんとはなさそうだよ。そう、でもなんかよくよく思い返してみれば、組むときに。 近しいファッションしてんなみたいなのも組んだ理由の一つなんですよそう、えー、だっ、えー、たら多分組んですか、うん、たくさんに申し訳ないけど笑いのセンスも合っていればよかったんですけどね <laughs> 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 たくさんに怒られちゃうけど <laughs> <laughs> 何にもしない何にもしなかったです <laughs> <laughs> そんなことはないですよ <laughs> いるだけ横にいるだけ <laughs> そんなことはないですよ <laughs> すごいたまたまね合<ー><ー>うなんてね<ー>激レアですありがとうございます、はい、今週の放送でははたさんの映画館でのヘンテコエピソードをお届けしたんだけどヒロインを務めさせていただいた映画が公開されたんですけど私8回見に行ったんですよ<え>自分の映画自分の映も8回ともバレないおー バレたかったんですね私帽子とかマスクは特にしないで、はい、マスクは知ってるんですけどうん、うん、ちょっと飲み物飲むときに長めに外して飲んでみたりとか,かバレたいからね実はそれとは対照的な塚地さんの俳優エピソードもあったんだ塚地さんどうです見に行きます自分の作品いやもうとにかく僕は自分の映画とか見れない人なんですよ、うん、そのえー 恥ずかしいと恥ずかしい、もう足引っ張ってるとしか思えへんから死写とかも極力行きたくないし出てるやつとかも自分のとこはずっと下向いてむしろ見れないで他の人のシーンのとこだけ見てあこういう映画なんだみたいなで自分出てきたらもうずっとモニターチェックみたいなの撮影中「やるですガッ!」ってかかったらみんなバーッと見に行くんですけどもう俺はその場から動かない。 なるほどなるほど演技、えー、に入ってるふうに思われたくない <laughs>、えー、そうなんかそれ意識しちゃったらもうできない,はい、はい、そのやってんなと思っちゃう自分があ自分が俯瞰で見てそうそうほんでなんか意識しちゃって、はい、うわっかもうちょっとこれ。 顔やった方がええなとか、<ー>それ思いすぎちゃって、<ー>なんかやりすぎのまんま終わっちゃいそうで、ね。変に考えちゃう。じゃあ映画館も自分の映画行ったことないですか？行ったことないです。八回行ってますよ。すげえ。すげえよ八かずさん行ったらすぐバレるでしょ。うね、すぐバレる。レペプシとポップコーン持って入ってきた。八かず。<laughs> <laughs> 全然い <laughs> シ,ルシルエットバネする <laughs> <laughs> なんか俺別の映画見に行った時に自分が出る映画みたいなのが予告で流れてそれハンサムスーツってやつでバーンって僕の顔がアップになって「この男ブサイク!」っていうナレーションが流れるんですよ <laughs> ほんなら会場ドカーン受けてて言えばよかったじゃないですか。考えられないですね <laughs> <laughs> まあ役ですね同じ俳優さんでもそのうち騒ぎになっちゃう映画感気をつけてください嬉しいさらに今週の放送では日本人女性で初めて本場ブラジルのサンバカーニバルでセンターを務めたピーターさんが登場実は実際にパレードできた衣装のリメイクをスタジオに持ってきてくれていたんだ この羽はどうどう,うわ実際に今年のカーニバルで着た衣装をリメイクしてもらったものなので<ー>これはもともと素材とかはどうすってやって買うんですか作るんですかブラジルの工房にお願いして<ー>で石は全あのスワロフスキーを使ったのでそうなんだ 粒の量が公園でこけた時の膝ぐらい。ですよね。めっちゃついてる。昔ながらの公園でこけた時ですよね。今みたいな。サイズもぴったり合わせないといけないですもんね。そうですね。向こうに入ってから、またやっぱり作ってもらったものを一緒合わせして、で、また直してもらってっていうのをやっぱり二三回繰り返して。で、本番に完璧な状態に持っていくっていう。スケジュールでした。 これ来たらもっと華やかに見えるんだろうな <laughs> あれどうしたこ,んこれだけでも美しいけど来たらもっと美しく見えるんだろうな <laughs> 気持ち悪い<笑><笑><笑>いやいや思っただけですよ <laughs> マネキンよりはそうでしょ。うまあ、それはそうですよ。まあまあすお尻なんてもうマネキンの日じゃないですもんね、ピーターさんの。あれなんか着替えてほしいのかな。見に行くしかない。見に行こうと思って。いつかいつか見に行こうと思って。着替えさせる気だよこれ。<laughs> ちょっと怖い。あの MC 怖いな。な怖ないよ初めて使おうかね MC の権限。<laughs> どうですかハタさん。間近でご覧になって。うん、すごいですでも。 確かに着替えた方が分かりやすい。